こんにちは。日本気象協会気象予報士高森康人です。今日は今週末日曜日に JRA 中京競馬場で開催されるチャンピオンズカップについて、当日の天気予報とレース予想をお伝えします。皆さんもぜひ一緒にレース予想をしてコメント欄で教えてください。日本のダートの最高峰の競争として知られているチャンピオンズカップ、今週末12月1日日曜日に JRA 中京競馬場で開催されます。コースはダート 1800m です。先日の動画で先週末に開催されたジャパンカップを国内最高峰のチャンピオンレースとして紹介しましたが、このチャンピオンズカップはジャパンカップと並ぶダートの国際競争としての位置づけのレースです。ターフ、芝の競争とは一味違うレースを楽しむことができます。 G1 への道もですね、中央で勝って地方で勝ってまた中央でさらに勝つということを積み重ねて、このチャンピオンズカップを迎えるわけです。先週はターフの国際競争ジャパンカップ、今週はダートの国際競争チャンピオンズカップ、今回もですね、天気の予想とレース予想をしっかりと当てていきたいと思います。では早速気になる当日の天気からご覧ください。まずは当日の予想天気図からご覧ください。ちょっと分かりにくいんですけれども、南から高気圧が中京競馬場を覆う形になります。この高気圧の影響で当日晴れの天気となりそうです。風もどちらかというと西寄りの風が吹きそうなんです。ただしですね、ここに弱い気圧の谷があるので、この弱い気圧の谷の動向が少し気になるところです。中京競馬場の当日の天気を見ていきましょう。26日8時時点の予想では、12月1日当日の12時から18時の時間帯、曇りのち晴れの予想、気温は14度、西の風3メートルが予想されています。競馬場でのレース観戦は暖かい格好でお出かけください。さて、ダートの競馬場で使われる砂の主な産地、皆さんどこだかご存知ですか？それはですね、実は青森県なんです。私は昔青森県住んでいましたのでね、青森県にあるある採石場で取られた砂と地元などで採石された砂との混合でダートコースを作るのが中央地方ともほとんどのようなんですね。中でも中山競馬場は青森県産の砂が 100% なんだそうです。なお中京競馬場のダートの砂、青森県産の砂が 60%、地元愛知県産の砂が 40% の混合なのだそうです。ダートコースでは風の強さが勝負の分かれどころです。馬群の後ろにつく馬が前を走る馬が巻き上げる砂を嫌がることがあると聞いたことがあります。ターフレースに比べてダートレースは風が重要な要素となってきます。また寒い時期だとですね、凍結防止剤を撒くんですけれども、夏のレースに比べて水分を吸うため重い馬場状態になるんだそうです。この少し重い馬場が合う馬と合わない馬があるようで、これもダートレースの難しさと言えそうです。はい、それでは今回のチャンピオンズカップの予想です。私の予想はこちらです。じゃん。チャンピオンズカップは人気が下位の馬もですね、結構いい走りをすると統計にも現れてるんですね。また前走や前々走など過去3走での勝利実績がある馬が優勢だということで、私の本命はレモンポップです。2023年からのレースでは海外のレース以外にも全て1着なんですね。前走の盛岡も1着でした。6歳馬ですが、力強いキングマンボ系だというところで本命ということにします。対抗ですけれども、サンライズジパンクです。この馬若い3歳馬ですけれども、それだけ力強いんですよね。前走宮古ステークス3番人気で1着入選、実は武豊騎手が騎乗が予想されているということで、2回連続 G1 で1着が狙えるんじゃないかなと思っています。次、レンカです。ラムジェットです。
前走4着でしたが、前々走までは連続で1位でした。若い3歳馬ですからね、力強いところを見せてほしいところです。で、今回単穴作ってみました。ビッグファイヤーです。なんとルメール騎手が今回騎乗されるということで、ルメールさんがどのようなレースを持っていくかというところに注目をしてみたいと思います。この動画は勝ち馬投票権や天気の的中を保証するものではありません。勝ち馬投票権、馬券は個人の責任で購入してください。天気 JP では競馬場ごとの天気を確認することができます。今後の詳しい予想は天気 JP でご確認ください。中京競馬場のページの URL 概要欄に貼っておきます。それでは新馬とも安全な競馬を楽しみましょう。次の動画でぜひお会いしましょう。それではさようなら。